こんにちは、レモンチャンネルのレモンです。今日は珍しくジャガーの FPS をご紹介していきたいと思います。 SUV が好きな方はぜひ見ていってくださると嬉しいです。こちらの車両は FPACE SE という2リッターのガソリンエンジンが搭載されているモデルになっていて、内装のカラーをちょっとカスタムした1台になります。私は会社でしばらく愛用していますが、街で見かけることが少なく、他の人と被りたくない方にはかなりおすすめな1台だと思います。ボディサイズは幅が1935、全長4755、高さ1665となっていて、この3つの車種で比べるとレクサス RX とほぼ同じようなサイズ感となっていました。 FPACE で好きなところは、なんといってもこのスマートな見た目が魅力で、エレガントで洗練されたデザインが街中でも目立たせてくれるのが特徴です。もちろん後ろ姿も美しく、英国らしいエレガントなデザインに仕上がっているので、間違いなく数年先まで通用するデザインだと思います。私は特にこの細長いテールライトが好きで、夜はこんな感じにかっこよく点灯するだけでなく、ドアのロックを解除するとテールライトはこのようにパッとつくように点灯して、フロントライトはふんわり光るなど細かい演出もあったりします。そしてフロントグリルもこんな感じに光の反射でキラキラ光るので、昼間とはまた違った雰囲気を味わえるのもいいですよね。続いて内装のデザインについてですが、運転席のドアを開くとインテリアはものすごくエレガントに仕上げられていて、内装色は国産車では珍しいシエナタンというカラーを選んでいます。このカラーは本当に美しくて、普段の生活であまり目に触れることがないので、初めてお乗りいただいた方はものすごくラグジュアリーな気分を味わえると思います。私が実際に使ってみていいなぁと感じたのは、まず他のメーカーと違ってボタンの数が少ないので見た目がスッキリしているのと、こんな感じに操作スイッチにちょっとしたギミックがある点も使ってて楽しいと感じました。例えば空調類の操作もこのように左右に回すとエアコンの温度調整ができて、押し込むとシートヒーターやベンチレーションなどに変わります。さらに手前に引くと風量の調整に切り替わるなど、内装がシンプルになるようにスイッチの数を減らす工夫がされています。あとはこんな感じにボタン一つで360度カメラも起動させられて、狭い道でも周囲を確認しながら走行できちゃうのはもちろん、リバースや前進するときはカメラのアングルが自動に切り替わるので、駐車が苦手な方でもまっすぐ止められるのが魅力に感じました。ここを開くと上下に分割されているドリンクホルダーとシガーソケットが1ポートあって、 USB などはアームレストの中にタイプ C とタイプ A が1ポートずつ備わっていました。そしてインテリアの魅力はまだまだあって、実は夜になると車内の雰囲気がガラッと変わって、このように間接照明によるライトアップも楽しめちゃいます。色と明るさの設定は、設定、すべて、車両、インテリアライトで変更することができて、3つの箇所をそれぞれ10種類のカラーと4段階の明るさから選ぶことができます。それでは何色か切り替えていきますので見てみてください。インテリアライトいかがでしたか？こんな感じに幻想的な空間を演出してくれるので、ドライブデートしたら絶対に女性は喜ぶと思います。そして個人的に気になった点としては、メーターパネルはこのように中央部分だけが操作できるようになっていて、ステアリングの左にあるスイッチで操作するのですが、正直なところ他のメーカーと比べると操作の反応が少し遅いと感じました。例えばメニューの選択は上下にスクロールして行うのですが、レスポンスが遅いせいでちょっと過ぎたり、狙ったメニューで止まらないことがあります。現行モデルでは改良されているようですが、中古モデルを購入される方は事前にこの点を確認することをお勧めします。
続いて後部席になります。運転席と同様におしゃれなカラーで統一されてて、広々とした空間になっています。もちろん後部座席にもインテリアライトが備わっていて、座り心地の良さは言うまでもなく、このようにおしゃれなダイヤモンドスティッチも施されています。シートの真ん中にはドリンクホルダーがあって、普段はアームレストとしてご利用いただけます。トランクに関しては直接手で開けるか、もしくはスマートキーでトランクを開けることができて、たくさんの荷物を乗せても余裕のある空間となっています。ちなみにゲートにあるスイッチを長押しすると、開く高さを調整することもできるので、天井の低い駐車場でも気兼ねなくご利用いただけます。みたいな感じで、見た目がかっこいいだけでなく、必要な装備はほとんど備わっていますので、個人的にはかなりおすすめできる1台だなぁと感じました。では最後に運転してみた感想になります。まず乗り味についてですが、私は様々なメーカーを愛用してきたんだけど、ジャガーの乗り心地は今までにないほど特殊で、よく猫足と表現されています。少し路面の荒い道路を走っても、地面をトレースするようなしなやかな動きが特徴で、どんな時でもふわっとした感覚で走れちゃいます。ただその反面、よく揺れるなぁと感じてて、特にジャガーに慣れていない方は少し違和感に感じてしまうかもです。これは試乗してみないとわからないと思いますので、ご検討されている方はぜひ一度試乗してみてください。あと個人的に良かったポイントとしては、パドルシフトのレスポンスが良く、運転が楽しく感じるのと、さらにレバーの素材が金属製で手触りが非常に良く、つい操作したくなるような高品質なパーツで作られているのも魅力だと思います。これは一部の方にしか伝わらないと思いますが、エンジンスタート時にメーターが一周する演出もいいですよね。もちろん安全装備なども充実しているので、デザインと走る楽しさが見事に両立した一台に仕上がっていると感じました。ジャガー F-Pace いかがでしたか？現行モデルは少々高額ですが、2022年から23年モデルはかなりお手頃な価格になっていますので、ジャガーの SUV が好きな方はぜひご検討いただければと思います。私がいつも愛用しているジャガーランドローバー浦和店は、様々なモデルをご試乗いただけるのはもちろん、さらに店内は居心地が良くって、こういったコレクショングッズなども多数展示されています。もし近くにお住まいで、ジャガーランドローバーをご検討されている方がいらっしゃいましたら、ぜひ遊びに行ってみてください。ディフェンダーが好きな方はこちらの動画で紹介しておりますので、気になる方はぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。